万景禅事の般若心経講義を読む。本日はその第4でございます。いつもの通り、全文法語集、巻下にございます。心行書、証言国士作、万景禅事の作と伝えられる般若心経講義を購読をしております。 前回からの続きであります。さて、検問の上、不詳不滅の本地じゃというについて、多く前者が検問の主などと尋ね、あるいは見ようともせねども何心なく見る初一年の当初が仏じゃという人もある。 前回のところで心を鏡のようなものだとこう例えました。そしてその鏡にいろんなものが映るけれども、別にその鏡の中から実体のあるものが生じたわけでもなし、鏡のに映るものが消えたからといって鏡の中にどこか隠れてしまったというわけでもないと。見たり聞いたりすること皆これすべて鏡に物が映るようなものだと。 その鏡というものが、不祥不滅の物心そのものであって、その上に様々なものがこの映し出されるという話をいたしました。それで、この見たり聞いたりしている、その働きの上に、不祥不滅の本地、本当の知恵、根本地、般若繁殻信仰で言えば繁殻原光が、 見たり聞いたりしているその働きが般若の知恵そのものであるということを説くと、この多くの前者が、では、その見たり聞いたりしている主は何であるのかとこう質問をすると。確かにこう,いう問いかこういう問い方をしている前奏がいらっしゃったのでこうございます。 これも一つの神ゼンと言いましょうか。うんこの、疑談、疑いを起こさせる。見ているものは何者か。聞いているものは何者か。とこ尋ねる。尋ねさせることによって、決してその聞いているある字がどこかにあるとか、見ているある字がどこかにあるというものではなくして、 それを疑って疑っていくことによって、そのようなある字はどこにもこう見渡らないと。ただ、広々とした、どこまでも広がっていく大いなる心のみがあるのみだというふうに気が気が気づかさせる一つの方法なので、なのでこうございますが。で、奥の前者がそのように見たり聞いたりしている、 あるじは何かとこう尋ねさせる。あるいは見ようともしなくても何事も何心なく見る初めの一年の当初が仏じゃという人もあると。これは検問見たり聞いたりするそのあるじこそが仏であると。これは難しいところです。そういうものをもしも実体として 何か主のようなものがあって、見たり聞いたりしているように見て取ってしまうと、これは無我説ではなくして、そのような実体のあるものに囚われてしまうことになります。あるいは見ようともしなくても、何心なくパッと物が映れば見える。その初めの一年、そこが仏である。 というふうにこう解いてしまうと、今度はその初一年、初めの一年だけが仏であって、他の年というものはその仏ではなくなってしまうという。またこれまた分別にわたってしまうことを番稽伝時はこれからこう解いて、ここから解かれていくのでございます。 それを悪く受けがえば、生じの根本を固めるなりと言って、見たり聞いたりしている何かその実体的なものがあるんだというふうに受け止めてしまうようなことをここで悪く、悪く受けがえばというふうに言っているのであろうと想像いたします。そんなこの見たり聞いたりしているようなある人が特別、 いるんだというふうに思い込んでしまうとそれがまた迷いを引き,引き起こす根本であり原因とこなってしまいます自我を認めてしまうことになりかねない生児の根本を固めるなりというのは迷いの根本になるということでございましょう無料号来生児のもと知人は読んで本来の人となすと個人を 個人はそのように歌っております。それ、主といえば一切時代なるところのななりと。見たり聞いたりする主を見よって言うけれども、そんなどこ,どこかに私を創作しているような、操っているような、操り人形を操っているような主体があるのではなくして、見たり聞いたりを 実に何の囚われもなく何の働きもなく、その自在なるところの働きというのが鏡に物が映るように心にはもう何の作為もなくこう映っていると。という様子を強いてある字という言い方をしているのだ。言い方をしているのだと。まあこういう意味でございましょう。 何もなくときは何の気遣い遠慮なく人間の主人のごとくなりと。何にもないときは何の気遣いもなく遠慮もなくその家の主人のようなものなのだと。それが縁に応じて物が現れたならばこう見えるし、音がしたならばこう聞こえると。 何の造作もなく鏡に物が映るように自在にこの働いている。叱るに検問にある字があると思うて追い回るは犬の王噛むがごたしたところが、その見たり聞いたりしていることに、特別のこの操作している主体、操っている主体がどこかにあると思ってこの探すようなことを追いかけ回るようなことをするのは、あたかも 犬が自分の尻尾を追いかけて噛むようなものだと。これはもう愚かなことの例えでございます。初一年の第一年という言うはなきことなり百戦の年に至ってもただ一年なりと。これは見ようともせずに見ていると。その初めの一年、 その見る、まさしくその初めの一年こそが仏であるというようなものの見方をもしするとしたならば、それももう誤りの一つだと番稽禅師は仰せになるのでございます。初めの一年が仏であると。じゃあその初めの一年、次の第二年、二年三年はどうなのかというようなことにこうなってしまいます。次の最初の年も、 次の年も、あらゆる次から次へと起こる、千、千万化の年もことごとくそれは突き詰めれば、ただの一年なんだと。ただの一年が、またただの一年、ただの一年、ただの一年。これが、不連続に連続をしているだけであって、そこに順番をつけて、この最初の一年が仏で二年は雑年であるというような、 そういう分別はしないのだと。これも確かに、確かに2年を継ぐなというようなことを説いたりもいたします。最初の1年は仕方がないと。しかしその、そのことについて後々までいつまでもくよくよと思い悩むような2年を継ぐなというような 解き方をすることは、これはございますけれども。しかし、ここで言っていることは、そのような話とは少々次元が異なって。千変万、万化の念が、円に従ってこう次々湧いて起こると。それをこれが一年、これが二年、順番なんかつけるのは、まさしくそれは分別です。まさしくこの自在に次から次へと念というものは、円に応じて現れる。 その時代になる様子を明らかにすることであって、百戦の年に至ってもそれは、この不連続の連続、ただ一年なのであると。例えば、声をひょっと聞きても、分別を離れて聞き。ここが、 この全文法語集の原本には、この危機のところが危機にこうなっておりますが、他のこの広報を参照すると、ここは危機と読むべきだと思いますので、この一時は改めておきました。ただ、何かの声をひょっと聞いても、分別を離れて聞いてます。聞こうと思うような準備をして聞くんじゃなくして、何の分別もせずにパッと聞こえてくる。で、 聞こえてきたその後に、ああ、今の、今のは良い音だなあと思うのも、初一年と何ら変わりは来ないのであると。それは不連続の連続であって、またその通りだと。思うとも思わないともせねども、良いと思い悪いと思うなりと。良い、良い音だと。良い声だと思うとも。 良い声だと思思う、思うことをしないようにしようと。そんなことをしなくても。これまた自然と、例えばウグイスの声が鳴いてくれば。その最初は分別を離れて、方法結局が方法結局とこう聞こえると。で、そしてまた、ああ、いい、いい、いい声だなとこう思うと。あるいは逆に嫌な声だなと思えば。 嫌な声だな、嫌な音だな。これも皆分別を離れて、その一年一年が不連続の連続であって、その当体は物心そのものの働きなのだ、ということを説いているのであります。どこまでもその、そのごとくなりと。どの一年を切り取っても、それは半夜の無分別の知恵の働きであって、この半夜の働きの上から論じればそうです。 また先ほどのように二年を継ぐなという意味で、徳の、解のとは少々異なるのでございますが、はじめの一年のところを良いものじゃと取るは、俗を止めてことなす、ことなすが如とくなりと。はじめの初一年のところだけがいいんだと。それが仏だというふうに、そこだけを切り取るのは、泥棒を捕まえて自分の子供だと、 思いなすような、思いなすような愚かなことであると。泥棒を捕まえてこれ自分の子供だと思って大事にかわか可愛がったりしていれば、気がついたら自分のところの大事なものがこう全部なくなってしまうと。そんな思い違い勘違いをして,していたならば、とんでもない自分の本来の素晴らしい知恵が失われてしまうと。 ただ、年々一年にして、無念を知るべしと。一年一年というのは、今申し上げましたように、不連続の連続であって、それに一番目、二番目というような、そういう分別をつけるというのは愚かなことであるということを、ここでは解いているのでありましょう。半夜腹密逃避願ということは、 この道理を知らずして、うつらうつらうろたえ、生子の海を越えずして、死願にいるようなものなりと。ここのところの文章も、この文章だけですと、ちょっと意味が取りにくいんですね。はんにゃはら死に至るというのはどういうことかというと、こういう道理を知らずに、うつらうつらうろたえて、生子の海を越えずに、この岸にいるようなものだと。 じゃあ、じゃあそれでは悲願には至ってないことにこうなるんですけれども、これは他のこのよく似た広報なり、あるいは、これとほぼ同内容同、同じような内容であると言われている典型伝尊前時の般若信経指定線等々の他のものを参照して読み込んでみますと。 当悲願ということはこの通りである。と、ここでまず一つの文章になるんです。そのことを知らずして、ですから当悲願ということはこの道理を知らずと。ここにこう関わるんですね。当悲願ということは、こういうことを知らないで悲願にいるようなものだという意味ではないんであります。この道理というものは、これは、 今まで解いたことに他ならないんでありますけれども、典型伝尊前治の般若信仰指定線の言葉を借りますと、一切主生は本来成仏にして、自称症状なることを知らずと。こういうふうに書かれております。繁慰原密闘志願というものは、一切主生は本来成仏していると。 自分の心は本来症状なることだと。これが逃避願ということなのであるけれども、この道理を知らずに、自分は迷っていると思って、うすらうすらうろたえ、この生児迷いの海の中を漂って、この迷いの海を越えることができずして、この岸に留まっているような、 のが今の私たちの迷いの様子なのであると。こういうふうに読んでおきたいと思います。真に右のごとく知りたるを悲願に至るというなりと。そのように自身本来仏であると。 史上本来成物であると。我が心の本性は本来鏡のように清らかなものであると。そこに何も特別主があって、見たり聞いたりしていることを操作しているわけではないと。自然とこの鏡に物が映るようにこう映っていると。まあ、これを、はニゃはらみの素晴らしい働きだと。別の言葉で言えば不詳の物心なんだと。必ずしも、 この心を諦めて悲願に渡って至るようなことがあるではないと。そうかといって、この心を明らかにして、今のこの迷いの世界から、別にどこか悟りの世界というものがあって、そんな向こうの岸に渡って至るようなことがあるわけではないと。 悲願といっても、そんなものがどこかにこの場を離れてあるわけではないと。この場にいながら、この、この身を持ってこの場にいながら、ちゃんと不祥の物心、ハニャハラミツは常にこの働いていると自覚をするだけのことであって、特別な悟りの世界というのがどこかにあって、そこに至るようなことで、ことではこうないと。 生児を大会に例えたるにつけて、生児を下脱したる人を悲願に至ったというなり、下脱を得ぬ人を死願におるというなりと。これは例えの話なのだと。この生児、生児ということは迷いの世界のことを申します。この生児迷いの世界を大きな 海に例えたものなんだと。で、この、生児を下脱したと。生まれ死ぬという、この生まれては死ぬという、人生の一大事を、一大,に一大事についての迷いや、迷いや囚われがすっかりと抜け落ちた人のことを例えて悲願に立ったというだけで、言うだけであり、下脱を得ていない人のことを志願にいるというふうに、 例えで言っているだけのことなのであると。では、この問題の生児、生児の一大事とこう申しますが、この生じというものはどういうことであるのか、まずよく知るべきであると。ここのところは大変に大事なところであります。ボンブは生を喜び死を,死を憎むと。その通りです。我々は、 生まれたといえば喜びます。仏壇、今のような少子化が問題、問題だなんだという以前に人間、人の人がこの世に命が生まれたと。赤ん坊が生まれたと。皆もう喜び、お祝いをします。逆に死を憎みます。だからもうその通りでありまして。死は避けたいものです。死を意味嫌います。 好み身発祥の大会より不応のごとく縁より起きたるものを我が身じゃと覚えてより以来生きているうちは良いと思い縁付きて死に望むは悪と思う思惑が生じするまでにして他に生じするものなきなりとこの文章は深いところがありますまずこの体というものは発祥、発祥は 言葉を変えれば物心と言ってもいいでありましょう。般若心経で言えば般若ハラミスなんでこございます。物心という言葉を番形禅師はよく使っておりますので、物心はこの大きな海のようなものであると。で、私たちはその海に浮かんだ一つの泡のようなものであると。泡のようなものだと。で泡というものは様々な縁より起きたるものであると。海のうねりとか。 ああ、いろんな縁に、縁によって、ポッとこう、泡が浮かんだようなものだと。でもその浮かんだ一つの泡粒を、本当は大きな海原の大きな海の中の一粒の泡に過ぎない名前も何もないあー、たまさかその波打ち際で、いろんなあ波の作用によって、うん、波打ち際で泡がぷかんと浮かんだだけ、だけだけ、だけのものであるんですけれども、その 泡の一粒を、これを自分の我が身だと思ったと。それに名前をつけて、誰々ですって名前をつけて、いつ泡が生まれたかというのは自分の青年月日とこう覚えて、思い込むんです。そうすると、その生きているを、生きている、生きておるは良いと思いと。 生きて、その泡が浮かんでいるうちは良いと思います。縁尽きて死に望むは悪と思うと。別段泡ですから、縁によってポカーンと浮かんで、縁が尽きれば元の海に帰っていくわけなんで、だけなんですけれども、それに名前をつけてこれは自分だと思い込んでしまうと、泡の状態で、ま、あいるうちは自分の一生だと思い込んで、ああ 長生きしたいとこ思うんでありましょう。でもその条件が終わったならば、泡は消えてしまいます。でもそれを悪いことだ、嫌なことだ、うん、忌むべきことだとこう思ってしまう。そういう泡を自分だと思い込んだ思い込みが迷いを作り出すんだと。思惑が生じするまでであって、他に生じするものなきなりと。 ただ縁によって生まれて縁によって滅するだけであって、そこに迷いというようなものは元来どこにもありはしないと。この泡を我と認めた一年が迷いを引き起こす生子輪廻を引き起こすものであるというのであります。一切主も元より生児に渡らぬものなりと。あらゆる生きとし生ける、生けるもの。 本来皆物心というところに目を向けたならば、大きな物心の大会であるというところに目をつけたならば、生まれたも死ぬもありはしないのであると。小さな泡,泡粒一つに目をつけてしまうから浮かんで消えるという生子を認めてしまうと。物心には 生まれた、生まれることもなければ死ぬるということもない。生まれるも生まれるわきまえなければ生まれれ、生まれ、生まれれども生を離れて生まると。生まれたと言っても、別に、別にならか生まれてやろうとか、どういうふうにしてこの泡を生じようかというような思惑があるわけではない。縁によって、条件によってポカッと生まれただけであると。 でもそれを自分だと思い込んでしまったと。生まれた、生まれたって言う、言う、言うのも、何のこの思惑もなくして、ただ縁によって生まれただ、生じただけなものであると。しかもし、けれどもですね、後より生まれたると分別するんです。生まれる時はそうです。我々みんなそうです。生まれる時は、何らかの意志を持って生まれる、生まれるということはありません。 ただ、両親の出会いによって、様々な条件が整って、突き10日、母親の体内に、えー、育てられて、条件が整って、この、生まれてくる。その時によーし、生まれるんだ、とかあー、別に思って生まれてきたわけじゃありません。よし、頑張るぞと思って生まれてきたわけでもありません。ただ、条件が整って、この世に、ぽっとこう生まれてきた。 でもその後に、あなたは何年何月、時には何時に生まれたんですよとこう教え込まれるわけであります。後より生まれたると分別する、その通りです。死すれども死のわきまえなくして死すれば死を離れて臨終するを死の至らぬ先に取り越して、 死を分別する上に生じなきなかに我と生じを見出すこと、目をやむ人の空気を見出したるが、ごとくにして、実に縁起にして無実なるものなりこれも深いところです。死ぬ時も一緒です。自分が死ぬということを、私も死んだことがないんで、はっきりしたことは言えませんけれども。 ある程度死ぬのかなということは感じるんじゃないかと思いますが、まあ、しかし、こうして死ぬんだということを自分で考えて、自分の思惑通り死んでいくということは、まずないそれは、たとえ自殺であろうと途中でしまったと思うこともあるかもしれません。だから死ぬということも何のこちらの働き、思惑とは離れて、命、命はやがて条件が尽きれば、 消え、尽きるだけのことであると。泡が浮かんでは消えるだけのことなん、ことなんですけれども、まだその死が至らぬ先に、先に取り越し苦労して、死について、どう死んだらいいのか、どういうことであろうか、あれこれ、分別をしてしまうから、迷いというのであると。何も生じなんていうものは、ただ縁によって泡が浮かんでは消えるだけなのに、自分と生と死を、 ここで生まれた、ここで死ぬというふうに認識をしてしまうと。それで生を喜び死を憎むと。それはあたかも実体のないものを憎んでいるだけに過ぎないと。目を患っている人が空中に花を見るというのはありもしないものを見てしまう、認めてしまうことの例えです。目の病気をしていると。ありもしないものがこう見えると。と 実に縁起にして無実なるものなりと。縁によってこの世に条件が整って生まれてきた。あたかも海の泡が縁によって泡が浮かぶ。縁が尽ければ尽きてしまうと。それだけであって、無実、そこに何も、普遍の実体などは無実、ないということであると。およそこの身は何じゃというと いうときに、ちょっと我じゃと思えた思惑が形なりと。このところも、ちょっとこの,いやあの表現が難しいんでございますが、この自分のこの体にしても、ちょっと我と自分、この身は何だという、この体というのは何だというと、仏心の大会から言えば、仏心の大きな海原から見れば、 そこに浮かんだ一粒の泡にしか過ぎないのでありますが、これを、この泡を自分だと思い込んでしまった、その思惑が形なりた、形となるということです。十人年の妙識というんでありましょうかしらね。これを自分の心身であるというふうに認めてしまうと。その思惑を真に照らしてみれば、実に事象はなきなりと。それは、 思い込んだだけでありますから、その思い込みというものを明らかに照らしてみたならば、そこに実体はこうないと。思惑ですから、思惑にしか過ぎないわけであります。空に浮かんでいる雲のようなものであって、条件によって雲,雲のように見えるだけであって、思惑のように思っているだけであって、そこに本体はないと。猿によって、 生を、生を分別せず死を分別せず、もとより手を払って自身自生なきことを欠如したれば、垂れあって生児に渡るべきものなしと。でありますから、この泡がポカンと浮かんだことを生だと分別せず、泡がポカンとパッとこう消えてしまうことを死であると分別せず、 ただそういう現象が起きて現れているだけであって、もとより手を払ってみればというのは、この真に照らしてみるということと同じです。ちゃんとこの帰り見れば。自身自称なき、そこには何ら実体がないということははっきりとしたら、することができれば、たれあって生じに渡るべきものなし、誰か特別そんな、 生じを渡るようなものはありはしないと。そのような実態は来ないのであると。核のごとく今直下に証拠したる人を逃避眼とも名付け下脱とも言うなりと。そのように元来この我が身に執着をしたと。大海原に浮かんだ一粒の泡にこれを自分だと認めてしまった。 でもそんなところにこれが自分だという実体はこうないのであると。縁によって生じて縁によって滅するだけであると。その大海原の本体、物心の大海、それを別に例えれば鏡のようなものという例えもあります。大海原のような例えというのもあります。その半日原蜜の本体を明らかにした人のことを悲願に渡ったとも名付け、 下脱とも言うのであると。なかなかこの生と死について、この海のたとえを用いながら、我々はいかにしてその生を喜び死を憎むという思惑を立ててその思惑に振り回されているのかと。その思惑に実体はないものである。とこ見たならば、生に囚われることなく、死に囚われることもなく、 浮かんだら浮かんだまま消えたなら。消えたならば消えたまま。しかしながら物心の大会は増えもしない、減りもしないということが明らかになるのだと。こういうところも半日原密の核心のところでこございます。ごうんうなりということを説いている大切なところでもこございます。今日のところはここまでにしておきます。ありがとうございました。